みんなでハッピーハッピー飛び越えて、いろんな人たち集まり、楽しく一緒に作ろうラジオタイム。坪井博のハッピーラジオ。皆様こんばんは。こんばんは。始まりました、坪井博のハッピーラジオ。はい、私はですね、カナダ、スウェーデン、ドイツという風に音楽の修行をしてきまして、現在活動している音楽家、坪井博と申します。今日はなんだか左手がなんか素敵な森田たまみです。左手が素敵なの、たまちゃん。はい、後で皆様いろいろ分かっていただけるという風なことですね。はい、そうなんです。はい、今日はですね、素晴らしいゲスト会という風なことになっております。ですので、もうちょっといろいろタマちゃんね、話すよりどんどん早くゲストの方をお呼びしたいんだけど、はい、あのこんな僕たちをね支えてくださってるのは横須賀にあります株式会社みやび組様でございます。はい、そしてね、タマちゃんね、俺実はね、はい、今日のゲストの方にね、もうね、あの始まるオープニング考えてて、謝罪から入ろうと思ってる。もうね、この方俺大好きなんだけど、一個どうしても謝らないといけないことがあって、あのこの方はその一緒に僕ツアーに行ったことがあるんですよ。はい、でツアーに行ったことがありまして、その部屋、ホテルの部屋が一緒になってね、とっても素敵な方なのよ。はい、あのちゃんとこうさ、ベッドも綺麗にしてるし、几帳面ということですか。素敵、本当ね。はい、あのあ、僕なんか一緒の部屋ですみませんって思ってってたんだけど、はい、ある日ね、シャワーのヘッドをね、はい、あのシャワー使うじゃん。はいはい、僕その後さ、あのシャワーとカランを、蛇口のやつを変えるやつを、あのユニットだと、そうですね、回さないとさ、はい、ちゃんと戻しておかなきゃいけないやん。それ戻すの忘れてたのよ。ね、シャワーにしたまま。そう、シャワーにしたままも慌てて朝、はい、ガタガタガタって言って、はい、そしてその方が、あの、はい、洗面台を使ったら、はい、あの、蛇口を冷えた瞬間、シャワーがぶち上げたらしいのよ。俺、それ、もう本当に反省してさ、申し上げねえっていう気持ちをね、ようやく今言える。そうなんです。そのくらい愛しております。今日は素晴らしいゲストの方いらしてきてくださっております。はい、ミュージカル俳優とご紹介してよろしいでございますか。はい、大塚たかしさんでございます。ようこそ。皆さんこんにちは。すごい広志のハッピーラジオ。もうさ、この最初のあの、はい、アーカイブをね、はい、あの参考のために聞いた時のもう、はい、オープニングのつぼちゃんのあまりの音程の高さに、そうなんですね、うわ、大爆笑してしまって。いやいや、大塚たかしです。ありがとうございます。そうですね。そう、あ、それずっと抱えてたの、そのシャワーのこと。いや、本当にあれ、本当に。忘れてたけど、でも、いやいや、そんなことあったわ。ありましたよね。あった。いや、でも優しくね、スロちゃん、戻しておかないといけないんだよって言ってくれた、あの愛。もうね、この方の、だから人柄を語るのに、いろんなね、こう、要素があると思うんですけど、まずその優しさから僕は、お伝えしたかったんです。確かに。はい、ミュージカル俳優の、大塚たかしさんでございます。はい、こんにちは。こんにちは。ちょっと、はい、うん、大塚さん、経歴をちょっと教えていただいてもよろしいですか？あの、皆様にも。どうしようかな。お願いいたしますよ。もうこの二人に久しぶりに会って、こういう流れで話すのがもう楽しくて、嬉しい。こちらこそでございます。じゃあお話ししましょう。お願いします。はい、二十歳の時に、はい、劇団四季に、参加しまして、はい、18年間在団してたんですけども、まあ、四季に入る前もちょこちょこっと舞台を出させていただいたので、四季が初めてではなかったんですね、はい、舞台のスタートは、はい、まあ、それがあのとっても自分にとっては良かったんですけど、うん、でもまあもっぱら劇団四季の、先生方先輩方に、舞台のことを教えていただいて、そこで育って、はい、で数々の有名作品に出させていただき、で、もうほぼ10年前になりますね、はい、2012年に、の4月かに、はい、対談をしまして、その後、まあ、別の仕事も1年間し、でそれでまた舞台の世界に復帰して、で今は、フリーランスで、舞台に出ていて、でまたあの後半お話しさせていただきますけども、はい、まあ、今はキッズたちに、教える、ことを、まあ特にこの1年はそちらの方に集中して、はい、行こうかなっていう感じです、はい、なので今はミュージカル俳優であるとともに、はい、まあ、後進の指導に当たっている、
講師でもあるっていう。そうですかね。珍しく短くまとめた。大体俺長くなっちゃう。いえ、もう確かに、だって、本当皆様、多分、リスナーの皆様、劇団四季とか何かこうミュージカルを見たことある方、あとテレビとかでも、つかっちさんを見たこと多分ある方もいっぱいいらっしゃると思うんですよ。そうなの？そりゃそうですよ。僕、メリー・ポピンズのやつとかも見ましたよ。そうだ。ね、そうなんです。ちょこちょこっとね、そう、最近ほらミュージカルテレビでね、取り上げてくれる機会が増えたので。はい。そうですね。そうなんです。うん、ですので、今日はその、つかっちさん、僕はちょっとつかっちさんと大塚隆さんをお呼びするんですけど、つかっちさんの、なんでこうミュージカルを始めて、行かれたのかとか、そのミュージカル時代どういうことがあったのかっていうお話と、あと現在先ほどおっしゃってくださったように、今何をされているのか、どういうふうな活動をされているのかというふうなお話だったり、あとですね、なんと今日も生歌がですね、聞けるんでございますよ、そうなの？しかも、たまちゃんとコラボしてくれるっていう、もうご本人がこの音ボケしてるけど、シャワーヘッドを許してくれる男も、優しい男でございますから。毎回違う曲になる、この新鮮な感じがね。そうですね、たまちゃんアレンジは毎回違いますからね。リハーサルしてもね、本番で違うことしたりする、ね。もちろんでございます。そこは森田のいいところ、たまちゃんのいいところなのかな。はい。そこも楽しんでいただければというふうに思っております。ですので、はい、ぜひ皆様この後も引き続き坪井博のハッピーラジオをお聞きください。坪井博のハッピーはい、坪井が2人います。それでせっかくですので、スカッチさんがそのどんな人なのかっていうふうなのをこのご紹介するのには、やっぱりもう音源を、音を聞いてもらうのが一番わかりやすいと思いますので、その塚地さんが今までこう出られた中の、一つの作品の中からちょっと流させていただこうと思うんですけど、はい、その紹介をちょっと塚地さんしていただいてもよろしいですか？どうしようかな。お願いしますよ。すげえ、森田が超慣れてる。珍しいですよ、塚地さん。はい、塚地さんよろしくお願いします。はい、劇団四季の時に、長く出演させていただきました、ライオンキング、日本の初演キャストを務めさせていただきました、ハイエナの万歳役、が、まあ、三人組の、まあ、一匹なんですけども、その三人組が歌っている、劇中の、くっちまえという曲、こちらをお聴きいただきたいと思います。はい、たまちゃん、曲紹介をしてもらってもよろしいでございますか？はい、ライオンキングミュージカル、劇団四季バージョンですね、はい、の、くっちまえという曲です。はい、これ多分、聞いたことある、多分、その四季のステージで、実は知らずにつかっちさんを見てたっていうふうな人もいっぱいいらっしゃるんですよね。あ、そうかもしれないですよね。うん、ライオンキングで何年ぐらいやられてたんですか、ライオンキング自体は。ライオンキング自体は、他の作品と、こう、何、入れ替わり立ち替わりというか、はい、もうずっとベタ好きではなかったんですけど、はい、初演から数えて対談まで、対談するギリギリまで、最後の舞台、ライオンキングだったんですけど、はい、断続的に13年間、同じ役をやっていましたね。最初からその、バンザイっていう役。そうすごいですね。僕知らなかったんですけど、いわゆるそれがメインキャストって呼ばれる、役割なんですか？そうですね。そう、はい、僕、だから、知り合いの人に、はい、なんか劇団四季の人と一緒に今度演奏することになったんだ、とか言って、なんか、バンザイって役やってる、名前付きの役をもらってる人と、っていうふうに驚かれて、そういうのだから僕全然知らなかったんですけど、やっぱちょっとその、違うんですよね。いろんな、こう、ミュージカルで出てる人たちはいるんですけど、そのダンスのを中心にやられてる方だったりとか、歌を歌って、てる方だったりとか、いろんな役の方がいて、そしてその名前があって、そのメインで出てくる人たちっていうのがまたいたりとかしてって、いろんなこう役割があるんですよね、ミュージカルの中で。作品によって、その役割とか、はい、その配分みたいなのは違ってくるんだけど、はい、ライオンキングで言えば、はい、その、まあ、いわゆる名前のついているキャラクターの役と、はい、それからライオンキングは特に、その、うん、ダンサーとシンガーっていうのが、割とはっきり分かれている、アンサンブルの扱い方で。うん。まあ、もちろんシンガーの、役割を担っている人も踊りは踊るし、はいはい、ダンサーでやってる人も歌は歌うんだけども、はい、特にその、なんだ、はい、担う
べきものは、はい、あのダンサーはダンスを主にやって、シンガーは歌うことを主にやってっていうことにはなってるんだけども、でも、例えば同じディズニーの作品で、はい、ライオンキングの次に劇団四季が、やった作品、アイーダっていうのは、はい、シンガー、ダンサーの、はこう区別がなくて、はい、全員歌も踊りも、もう、抜群にできなければいけないっていうような、精鋭たちでやったっていうような。そう。だ人数も、ライオンキングはすごく大所帯なんだけど、はい、アイーダはそれに比べて少なかったりとか、はい、あのもう人数も違えば、編成も違えば、はい、あとは、例えばセリフがなくて本当に全編歌のオペラ座の怪人とか、うん、あの、レミゼラブルとか、はいで、全然踊りの出てないミュージカルとか、はいはい、あとは、式では、これも私がオリジナルキャストやったコンタクトっていうのはまた特殊で、はい、歌がなくって、セリフも極力なくて、はい、あの、バレエに近い踊りだけで見せていくような、あの、トニー賞を取ってるんですけど、はい、だから一部ではこれをミュージカルと言っていいのかみたいなところもあったんですけど、はい、まあでも、あの、まあ、ミュージカルのくくりで、トニー賞を取っている素晴らしい作品もあったりとか、はい、うん、で、様々ですよね。その、うん、同じミュージカルって言っても。そうですよね。うん、だから僕らは、その、ミュージカルってのあまり知らなかったんで、うんうん、そのリスナーの方でも知らない方もちょっと今のお話を聞いて、少し、あ、そういうような世界でこうやられてきたんだっていうのはちょっと見えてきたと思うんですよ。はい、ですので、ちょっとその、そんなミュージカルの世界に、言ってしまえば踊りも歌も、あと芝居もとかにいろいろあるようなミュージカルにこう塚地さんがなんで目指すようになったのか、どういったきっかけで目指すようになったのかとかお話を聞いていきたいと思いますが、よろしいですか？どうしようかな。お願いします。このやりとり待ってました。もうすごい、もうコンビが出来上がってる。はい、はい、そんなことはさておいて次のコーナーに行きましょう。はい、これはタマママちゃんの、あの遊び心でございます。本当に申し訳ございません。はい、受け取ってください。はい、ありがとうございます。はい、受け取ります。優しい声が低い。あの、塚地さん、そしたらですね、最初からミュージカルを目指したかったんですか？いや、ね、はい、音楽関係の仕事をしたいと思っていた。うん、それはいつぐらいから？はい、ね、エレクトーンをね、幼稚園の時から習っていて、はいはい、高校入るまではやってたのかな、はい、うん、で、中学の時にバンドをやるようになって、はい、で、ドラムをやったんですよ。そうですよね。そうなの、そう。はい、つぼちゃんがあの、はい、あのツアー中に、はい、あのぶっ倒れた時に俺が代わりにドラムをやったんだよ。2回それがあって、うん、でもバッチリ、そう、あれつぼちゃんよりいいんじゃねみたいな。そう、もうね、きっちりちゃんとしてるから僕と違って、あの下手なこと違うことしないから、もう最高、安定ブラス、熱い心。そうですよね、ドラムやられてましたよね。そうそうそう、そうなんです。はい。それで、まあそんなことで、あの、本当にね、まあ当時だから、あの、レコード屋さんとか、はい、そんな楽器屋さんとか、うん、そんなんでもいいから、なんか音楽に携わる仕事をしたいとは、漠然と思っていて。じゃあ今のところ歌は出てきてないですよね。あの、ただ、はい、バンドで、その、ドラム兼ボーカルもやっているバンドもあったので、はい、あの、ただ、何、独学で、ただ、はい、楽しいからやってただけで、ちゃんと学んでたわけではないんだけど、うん、はい、まあ、なんかまあ、それなりに歌えてはいたのかなっていう感じで、うん、やっていて、はい、うん、そうなんですね。音楽をやりたいと。そう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 、はい、うん。ただほら、ね、あの、バンドで食っていけるような甘い世界じゃないっていうのはやっぱり感じていたし。そしてすごい世界に行った感じもしますけど、引き続き教えてください。結果ね、そう。でも、とにかく音楽をやりたいと 、はい、思っていて、で、そんな中、高校の2年の時に、はい、文化祭で、はい、あの、うちの高校は、1年生が展示、はい、2年生が演劇、3年生が映画、みたいな、なんとなく伝統があったんですよ。あ、学年で分かれてるんですね。そう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 。はい、必ずしもそれをやらなくてもいいんだけど、はい、あの、なんかそういうふ、あの、風習があって。はい、で、2年の時に、クラスメートが、はい、まあ、まあ、作品を何しようかって、学級会の時に、はい、学級会、ホームルームの時に、はい、まあ、オペラ座の怪人
をやってみたいって提案した子がいて、で、あの、ほら、CM でさ、まあ、昔からほら、はい、オペラ座の、劇団四季のオペラ座の怪人はすごいらしいっていう。ね、なんかそれだけは聞いたことある。で、俺もそれだけは知ってた、はいはい。でも内容とかも全然知らなかったし、ただなんか魅惑のタイトルだなみたいな感じはあったので、はい、別に俺がじゃあそれにしようって言ったわけじゃないんだけど、はい、クラスの多数決でそれに決まって、はい、で、ちょうど劇団四季が、はい、あの上演してる最中だったんですよ。そのタイミングで。あ、オペラ座の怪人。そうそうそう、そう、はい。で、クラスメートの、まあ、何人かで、うん、あの見に行って。で、まあ、すごい世界があるんだなって、そこで、あの、ファーストコンタクトですよ。はい、ミュージカルとの。すごいなと思って。はい、で、なんと、どういうわけか、俺が、はい、そのファントム役をやることになって。すごい。そうなの、そうなの、はい。で、それでまあまあ、よりのめり込んで、はい、でも別にそれで、それを本職にしようっていうことまでにはなってなくて。うん、でもその後、あの、いくつか見ていく中で、はい、ジーザス・クライスト・スーパースターっていう、はい、もう今や、もう初演から数えて、50年になるのかな、はい、あ、そんななるんですね。だから俺が生まれる前に、もともとその、作曲したアンドリュー・ロイド・ウェバーと作詞のティム・ライスが、はい、結局キリストの最後の7日間を扱っているっていう、はい、まあ、割と宗教関係者からは、はい、こうなんかあれっていうって言われるような演出だったり、はい、ロックだったりするので、はい、なかなか上演できなくて、はい、でそれでコンピレーションアルバムみたいな形でリリースしたのが最初なんです、はいはい、でそれでイエスを演じてたのはディープパープルの、イアン・ギランなんですよ。そうなんですね。そう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 。はい、で、ちょうどね、大学受験の高校3年生の冬の時期に、はい、これまた劇団四季が、はい、ロンドン公演の凱旋公演として、はい、東京で上演してたんですね。はい、で、はい、それを見たのがもう決定的な、分かれ道、うん、受験の真っ最中だったんだけど、はい、これはここに入らないわけにいかないみたいな、絶対ここでこう、はい、仕事をしたいと思ったのがそのきっかけで、で進路を変えて、芸術家のある私立大学に受験、志望校を変えて、はい、急遽で受けたんですけど、まあ結果的にダメだ、落ちちゃったんですね。はい、で、その大学には行かずに、はい、で、まあ、親の、まあ、勧めもあって、大学には行きなさいよって言うんで、はい、予備校には通ってたんですけど、はい、で、途中で、まあ、夏頃ですね、夏期講習あたりかな。はい、で、実はこれも、まあ、ちょっと、電撃的な出会いで、はい、宮本亞門さんと、はい、まあ、ちょっと個人的にお会いする機会があって、はい、よくわかんないですけど、はい、わかりました。まあ、これ話膨らますと、どんどん膨らんで、うん、まあ、いろんな経緯があって、はい、個人的にお食事する機会があって、はい、もうあれですよ、高校卒業したての、はい、若者が、はい、今や世界的にもう、大忙しの、はい、アモンさんが、はい、そんな高校生のために時間を割いてくれて、あ、もう卒業したてのね、はい、若者に時間を割いてお食事を一緒にしてくれて、はい、進路相談に乗ってくれて、アモンさん。アモンさんがね、すごい。で、いや、これはもう大学に行かなくても、はい、自分の情熱と努力さえあれば、はい、きっと夢は叶うっていう後押しをしてもらって、それで、アモンさんの紹介で通いで始めたダンススタジオと、はい、そっから、自分としてはミュージカルやるっていうのはイコール劇団四季に入るっていう、うん、具体的な目標があったので、そうですね、まあ、そこを目指して、うん、オーディションの、応募したり、はい、まあ、落ちたり、はい、で、また再チャレンジしたりみたいなことをアルバイトしながらやって、はい、で、そうこうしてるうちに、まあ、その通っている、まあ、最初ジャズダンスだったんですけど、はい、でタップダンスとかバレエとかを順次習うようになって、はい、で、それの縁で、タップダンスの舞台に出たり、はい、で、そこの出演者のからお声がかかって、ミュージカルまではいかなかったけど、まあ、衝撃情景の、はい、タップダンスとかも入ってるような、はい、お芝居に出させてもらったり。で、その中で二十歳の時に、はい、劇団四季に、まあ、聴講生っていう、若かったので、うん、
研究所のコースがない時期のオーディションだった、はい、随時オーディションみたいな感じで、はい、で、将来性があるという判断で、うん、即戦力ではないんだけど研究所の生徒と一緒にまずあのレッスンに来てみませんかっていう形で合格させていただいて、はい、で、あの、まあ、めでたくあの、まあ、入団というか、はい、まあ、参加させてもらって、なるほど、で、そっからですよ、本格的に、はい、まあ、あのいわゆるちゃんとした料金をいただいて、はい、でちゃんとしたあの出演料をいただいて、うん、はい、っていう、まあ、いわゆるなりわいと言えるような形で、はい、ミュージカルの俳優と堂々と言える状態になったのは、はい、そっからがスタートですよ。なるほど。ちょっと塚地さん一個質問なんですけど、うん、僕のイメージって、うん、結構ミュージカルをやる人ってそうやってオーディションを受ける人たちって例えば中学とかぐらいからそのなんかお稽古事をしてこうミュージカルを目指す人とかが多いのかなって思ってたんですけど、ダンスをやバレエをしててとかいうふうな、そういう人とどっちが多いんですか。塚地さんタイプみたいにその高校3年生からその、まあ、突如始められたみたいな感じですよね。半々ぐらいなんですか。一概には言えないけど、はい、自分のあの考え方として、考え方で、はい、見た感じだと、はい、女性は比較的、はい、本当にあのちっちゃい時からバレエをやってたとかいう人の方が多いんじゃないかなって気がして、はい、男性でちっちゃい時から踊りやってた人はあんまり見ないかな。そうですね。で、本当それこそあのちっちゃい時からバレエやってたっていう子は、はい、バレエの世界でどんどん上り詰めてるかなっていう感じがする。なるほど。だからあのミュージカルで言うと、はい、やっぱりある程度年齢をいったところで、はい、あの なんか俺みたいにね、はい、なんか衝撃的な出会いがあってちょっとやってみたいっつってやり始めてる人の方が多いのかなっていう感じはします、うん、ただ、はい、今その自分が教える立場になって、ね、あの男の子でもちっちゃい時からそういうスタジオに通って、うん、あの自分の意思でね、はい、やってみたいっつって言う子が増えてるのかなって感じがします、ほら今子役が活躍する舞台多いじゃない。そうですね。だから具体的な目標も、はい、あのあるし、はい、自分もやってみたいっていうその同じ年代のね、はい、子供が、はい、あの1000人2000人入る劇場で堂々とやってるの見て、はい、わっそう野球選手とかサッカー選手に憧れるみたいに、はい、うわ僕もやってみたい、あんなかっこよく踊ったり歌ったりしたいっていう子は、うん、その自分のね若い頃のに比べたらすごく増えてるんじゃないかなと思いますね。なるほど、うん、選択肢としてそのミュージカルの習えるところがあるっていうのも知らないかったですけど、うん、塚地さんとかその当時はあったんですか。やっぱ少なかったんじゃないかな。ですよね、うん、よっぽどですよね、多分、うん、大分にはないかな。うん、全国的に見たらね、やっぱり東京に集中しているだろうし。そうですよね。あったとしても東京とかですよね。うん、今は、うん、例えばほらそのまあ自分の世代が、はい、あのある程度あの現役をね、はい、あの退いて、はい、で自分の出身地に戻って、うん、あの指導を始めたとかっていうのは、はい、かつてに比べたら。うん、あの多いんじゃないかなって、底辺が広がってるのかなって感じがしますよね。でしかも今そのコロナのことで、はい、あのマイナスなことだけではなくて、はい、僕らにとってみるとそのオンラインでできるっていうことが、うん、もう今やもう通常になりつつあるので、はい、あの今自分がこれから携わっていくあの一つのプラットフォームの中で、はい、あのオンラインで日本全国どこにいても、はい、あの優秀な、はい、あの経歴を持っている指導者が、はい、あのオンラインで教えることができるっていうのを、はい、ね、実は明日、はい、そのなんだろうモニターレッスンみたいなのを、はい、実はあれやることになってるんだけど、それが、まあ、いろいろね、いろんな通信環境とか、はい、設備とか整っていくと、はい、今年中には、ちゃんとしたプラットフォームとして、はい、あの世の中に出て、はい、まあ、生徒さんが増えていくっていう形になっていて、それは自分自身があのこれからあの始めているスクールとは別の方が主催しているものの中に、まあ、俺は一人の講師として、はい、あののエントリーしてあって、うん、はい、で、全国 あの受けたいっていう生徒がオンラインで申し込みをしてっていう、いで新しい形だよね、うん、はい、いやちょっとその話僕もう一本行きたいんだけどちょっと頑張るしないといけないな。あ、まあ、ちょっとそれは後でお聞きすることとして、はいはい、ちなみにちょっとせっかくもうあの出ましたんでまず一度その塚地さんのその今やられてるミュージックスクールのホームページ的なものってあるんでしたっけ、はい、はい、もともと名前がジョイキッズミュージカルスクールっていうところなんですけど、はい、もう11年前に、はい、劇団の
後輩夫婦が、はい、始めた、はい、ミュージカルスクールなんですけど、はい、そこに、もう5、6年前ぐらいから、はい、清澄白河都内の、はい、うん、に、スタジオがありまして、はい、そこで自分が、舞台に出ていない、はい、あの体が空いてる時になんか準レギュラーみたいな形で、はい、あのスポットで教えに行ってたんですけど、はい、去年の5月に発表会があった時に、はい、たまたま自分があの長く拘束される舞台がなかったんで、はい、初めて発表会 の、 あの振り付けも含めて、はい、ちょっと長くバッチリ、指導させてもらったんですね。でその時になんか自分が現役で舞台のに立つだけじゃなくて、はい、指導して、はい、でその充実感とか、はい、で生徒たちのなんかこう輝きとか、はい、でそれを見て自分自身が感じる達成感とか、うん、で実際にあの自分もオンステージで一緒にやることには なったんですけど、はい、いろんなことがあなんか新しい自分のこう、ま、充実感みたいなものをちょっと感じることができて、今まで自分がスタジオを構えて指導していくっていうことに対して、はい、これ若干のこう苦手意識というか、はい、難しいんじゃないかなっていうのがあったんだけど、はい、その発表会をきっかけにして、はい、よしやってみようかなっていうところがあって、はい、で、ゼロからのスタートよりは、そこのジョイキッズの、まあ、理念というか、はい、雰囲気がとっても好きだったので、はい、せっかくだから、うん、まあ、姉妹校みたいな形で、うん、お名前を、まあ、頂戴して、はい、地元の方で、はい、まあ、湘南平塚校ということで、はい、オープンさせていただけないでしょうかって話をしたら、はい、で、まあ、向こうの代表としても、はい、それは、とっても、そちらにとってもメリットが多いので、はい、じゃあぜひ一緒にやりましょうっていうことで、はい、で去年の9月に、はい、今はレンタルスタジオなんですけども、うん、まあ、オープンということにして、はい、なりまして、で今 週2回2カ所なんですけどレンタルスタジオ借りてやっているところです、はいはい、おめでとうございま す、 います。それはあれですか、ジョイキッズでこう探せば検索すれば出てきますか。そうそう、うん、ジョイキッズミュージカルはい。かな？ジョイキッズ中店ミュージカルとか、はい、うん。いろんな入れ方でも出ると思います。はい、結構トップに出てくるので。わかる。で、その中に湘南平塚校の、うん、ページもちゃんとあるので、なるほど。はい。詳しくはそちらをご覧いただければと思います。よろしくお願いします。はい。これからの話はですね、どんな人がそこで教えてくださってるのかとかいうのが、まあ、さらにわかりますので、劇団四季時代の話に入っていきますね。はい。はい、それで、その、はい、オーディション、何回か失敗した後に、その、聴講生として参加されて、その後は、こう、どう進んでいくんですか？役にこう、いきなり入っていくみたいな感じなんですか？ね、はい。俺たちが、その参加した年っていうのが、はい、その研究所の生徒でも優秀な子がいれば、はい、もうどんどん舞台出してやろうじゃないかって、はい、演出家の浅利先生がおっしゃられた年だったんですよ、幸運にも、幸運なんですね、幸運にも、うん、はい、だってね、やっぱり研究所の卒業試験を受けて入団してっていうのにならないと舞台に繋がらなかったので、はい、でそれをもう即戦力だったらもう出しちまえっていう感じで、はい、で特に自分が入った期っていうのは優秀な子たち多かったんですよ。で、まあ、もちろん自分自身も、まあ、もちろん努力して、はい、っていう努力の上でなんですけど、はい、そういったことで入って数ヶ月後には、はい、もう作品の稽古に参加させてもらって、はい、でその年のうちに、はい、暮れかな、はい、にはもう出させていただいたんですよね。すごい早いですね。そう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 。最初の作品何ですか？最初は、はい、冒険者たち。あ、はい。うん。アニメでガンバ。ガンバですよね。そうそう、ネズミの、はい、そうそうそう、はい、あれが四季の初舞台。あら、そうなんですね。ネズミちゃんたち。ネズミちゃん、最初はねアンサンブルで。はい、イタチやったり、敵やったり、あとは港ネズミとか、はい、なんか、まあ、アンサンブルで出て、で途中で、アンサンブルの中でもちょっとソロのある伊達天っていう、はい、ちょっとした役をやらせてもらって、はい、で後半は七郎っていう島にいるちょっとひねくれた感じのネズミをやらせてもらって、で、まあ、それはもう役付きで、セリフのある役でっていう形で、はいはい、だから最初のうちにそういった、いわゆるファミリーミュージカルっていう枠で言われている、はい、まあ、
若手を育てるっていう意味も、意味合いもちょっとあったりするので、うん、はい、結構ね、あの、アンサンブルでも、あの、責任持ったセリフを、はい、あの、喋らせてもらえるんですよ。なるほど。自分の勉強のためにもね。はい、うん、で、そういったことを、本番出るようになって、はい、3作品、あの、ファミリーミュージカルにキャスティングされたので、はい、結構、あの、セリフを本番で喋らせてもらってたんですよね。へー、うん、だから、その、やっぱりね、入った時ってさ、はい、その、大型の作品に出たいみたいなさ、やっぱりこうある憧れがあるじゃない。そうですね、だからすごく今になって思えばね、はい、あの、なんて感謝の足りない人間なんだと思うんだけど、もういつになったらもうね、いつまでファミリーミュージックがあるなんだみたいな、やっぱり生意気にもやっぱ思っちゃうわけですよ。いや、わかります。もっとさ、ほら、そのオペラ座の怪人とか、はい、ジーザスとかね、出てえなみたいなところはあったんだけど、はい、でも今思えば3作品続けてセリフをいただけるファミリーミュージカルに出てたっていうのは、はい、すごくやっぱり勉強になって、そうですね、まあ、下手だったんですけど、でもやっぱりそこで、あの、勉強させてもらったので、良、うん、かったなって思いますよ。なるほど。うん、だって、その、ちゃんと経験を段階的に踏ましてあげてたんですよね。そう、それも、だから、あの、ラッキーだったんですよ。はい、もう最初から、例えば本当にオペラ座の怪人のバレリーナ役で、うん、あの、出る子もいるわけだし、はい、それはやっぱり大型の作品に出てるけど、はい、まあ、セリフがなかったりとか、うんうん、で、その後もずっと割とダンサー寄りで、はい、セリフがない役がずっと続くっていう場合ももちろんあるし、はい、でも自分は最初からセリフを喋らせてもらってたので、はい、あの、いろんな作品をやってても、やっぱその経験が生きるし、はい、あの、まあ、その後やっぱりメインキャストとしてたくさん作品出させてもらったのは、はい、あの、自分のそのプロセスとしてはそういう段階を踏ませてもらったので、うん、あの、なんてありがたいことだったんだなって思いますよね。その後の天気っていうのが、そのライオンキングになるんですか？大きな。そうですね。そうですね。ああ、なるほど、うん。その一個前に、はい、まあ、割と、ちゃんと歌も、セリフもあった役として、クレイジーフォーユーには出ていて、はい、もうそれがね、本当に自分の中で、タップダンスは自信あったんですけど、はい、本当タップダンスだけで、お芝居は本当に素人だったので、はい、もう何度も何度もダメ出しをされて、あ、それがトラウマで、あ、そうだったんですか。コメディって難しいんですよ。なるほど。あの、笑わせるんじゃなくて、そのや、真剣にやってることが、周りが見ていて、面白いってなるんだけど、はい、こっちが受け、なんかコントとか、はい、ジャンルが違うわけじゃないですか。はい、あの、真剣にやってる、うん、ことにこう徹しなきゃいけないのに。はい、その難しさたるや、うん、あ、そうなんですね、もう若造には全然できなくて、分かってんだよ。そう言われてることは分かるんだけど、はいはい、それ全然できなくって、はい、やってもやってもで、ね、ダメ出しダメ出しで、はい、本当にね、嫌でやって。で、その後クレイジーフォーユーでは別の役を、はい、本当だいぶ経ってから、はい、まあ、他のキャストのアクシデントで、急遽別の役をやることになってるのが2回立て続けにあったんですよ。はい、でもそれまでに嫌だ嫌だと言いながらも、うん、クレイジーフォーユーは長いことやってたので、はい、誰が何やってるか大体分かってたんですよ。はいはい、だから1日で覚えて、うん、次の日別の役やったっていうのが、すごい、うんうん、あって、はい、もうその時の、なんだろう、いい意味での無責任さ。もうだってしょうがないじゃんみたいな。はい、でもその時の方が、はい、もういろいろ言われて、いろいろ自分で演技プランをして、うん、あの、結果できないみたいなんじゃなくて、はい、もうそこにいるしかないの。いて、人が喋ってることを一生懸命聞いて、はい、それに対して、もう新鮮に答えることしかできないので、はい、もちろん踊りはね、はい、ちゃんと練習しないと、はい、ポジションとか、うん、ステップとかできないんですけど、はい、芝居に関しては、練習量が足りない分、はい、新鮮なんですよ。むしろ。たまちゃん大丈夫ヘッドホン落ちたけど。興奮しまくって。楽しすぎました。なるほど。そう。だから、初めてクレイジーフォーユーで、なんてこんなに楽しく舞台に立てるんだろうっていうのが、でしかも、その、急遽やることになった役っていうのが、ずっとちょっと喋りたいセリフの役だったんですよ。はい、これだったらこういうふうに言うのになって、やっぱりそこでも生意気にちょっと思ってたんですよ。はい、なんで、いや、もっとこうやって喋ろうよ、みたいな。やっぱり生意気、もともと生意気だから。素晴らしい。で、その役になったから、はい、あの、もう、やったんですよ。うん、思う通りに。はい、そうしたら、まあ、ベテランの女優さんに、はい、あなた初めてよ、あのセリフちゃんと喋れてる人見たのって言ってくれて、おぉ、よーら、よーら見ろみたいな。やったーみたいな感じで、そこがすごい嬉しくて、はい、そうなんで、他の、あの、役とかでも、うん、この場、その場面に、もともとやってた役は出てなくて、でも、はい、すごく楽しそうなシーンがあったんですよ。はい、
で、役が変わって初めてそのシーン出れて、うん、まあ、それも毎日楽しくやらせてもらって。でも、リベンジができたっていう、ね。まあ、そうね、そうね。うん。でも、それをやったおかげで元の役も、なんかちょっと吹っ切れたみたいなところがあって、うん、なるほど。だから、その、若かった当時に比べると、年齢も重ねて、はいはい、少しはね、はい、まあ、もちろん、その、満足のいくものになってたかどうかわかんないけど、はい、少しは、いい状態、なんで成長した状態で舞台立ててたのかなっていう感じはします。いや、そうですよ。じゃないと18年入れないですよ、ね。なんだかんだね。いや、すごいことです。で、それを経てっていうか、その若造だった、はい、そのクレイジーボーイが大変だった時期を、の次にライオンキングっていうチャンスが来て、はい、まあ、これもね、毎日嫌で。辛かったんですよ。そのダメ出しが。そうね、つかっちさんにね、ちょっとつかっちさん、また来てください。劇団四季時代の話、うん、むっちゃいろいろ聞きたい。うん、でも、これ以上聞くと、つかっちさんのこの後の話も。でしょ、ごめんね。そうだと思ったよ。いや、むちゃくちゃ話聞きたいし、多分、リスタの皆さんもなんでここでつぼい取れるのっていうふうに思ってると思う。しょうがないよね、時間の都合があるもんね。じゃあ、もうまた呼んでください。でも、もちろんね、ぜひ、もうなんか、劇団四季時代の会、なんとかの会みたいな感じで、いろいろ、ミュージカル教育の会とか、ぜひ、なんかあってもいいかなと思いますけど、やっぱりその劇団四季時代にいろんなことをやっぱり経験されて、その前の時からだと思うんですけど、そしてその後、こう、劇団四季を辞められて、いろんなまた世界に入っていくんですよね。その話をね、後半聞いていきたいんですよ。はい。いや、それ難しさ、我慢だな、ライオンキングの話どうしよう、トムちゃん。聞きたい。聞きたいね。何が一番大変でした？悪役なんですよ、結局、ハイエナの役って。はい、でもやっぱりコメディリリーフで、受けるシーンが盛り込まれてるわけですよ。そうですね。はい、そっちにやっぱりフォーカスいっちゃうんですよね。で、それでまた、そう。どっちが、つかっちさんがフォーカスしちゃう、そっちの。そう。演者の方が、やっぱ受けるところを、なんかやってやるみたいになっちゃうんですよ。はいはい。うん。で、やっぱり、お前らを、三人組だからね、ハイエナ役、はい、お前ら全然怖くないんだよっていう、まあ、究極の、はい、まあ、それがずっとだったんですよね。で、あとは、やっぱり雰囲気でやっちゃう。本当の、はい、表面だけでやっちゃって、本当の、生きてないっていう。ああ、役にちゃんとなりきれてないみたいな。そう。あ、やっぱりもう結局そこですよ。いやー、ちょっとなんか貴重なお話、やばい、でもたまちゃん、はい、我慢しないと。そうですね。まあ、そういうふうな経験を皆様想像してください。多分想像の100倍です。想像の100倍なんですけど、それを経て、はい、つかっちさんがいろんな活動を多分していったり、その更新の指導の、点につながってると思うんで、ちょっと次のコーナーね、はい、もう生歌で、つかっちさんのそれを経て、一体どういうふうな世界にたどり着いたのかが分かる一曲を歌っていただこうと思っております。はい。ちょっとじゃあ次のコーナーに行きましょう。お願いします。Don't think, fail! フィール。ありがとうございます。もう忘れてたでしょ、つかっちさん。たまちゃんのお約束。3回目は一緒にです。はい、このコーナーですね、もうブルースな兄さんの素晴らしいお言葉、考えるな感情、この言葉をお借りしまして、もう音楽を考えるんじゃなくて感じようぜというようなコーナーになっておりますので、まるまる一曲、流すコーナーになっております。それでつかっちさんは、ミュージカル俳優としていろいろな活動もされてるんですけど、自分それ以外の活動とかもちょっとあるんですよね。ソロで歌われたりとか、歌は結構自分でも作ったりされるんですか？はい、作曲がね、はい、できないんですよ。なるほど。何度もチャレンジしたんだけど、はい、いや、ダメですね。そうですか。それでせめて、はい、作詞ぐらいはできるだろうと思って、はい、作詞はしました。なるほど。はい、で、作られたオリジナル曲を今
歌ってくださるんですよね。いや、どうしようかな。お願いします。やだ、この二人。すげえ。もうなんか熟年夫婦感が出てきた。なんかやだ。熟年夫婦漫才。そうですね。なんかやらしい。ですね、この曲やっていただくんですけれど、はい、僕、ほんとこの曲大好きで。ありがとうございます。スカッチさんもね、むちゃくちゃ表してると思うの。そうですね。ねえ。もう性格が本当に現れてる。そう、いろんなところにフォーカスすると、面白いんですよ。だから、一個にフォーカスしても面白いし、全体で、この、あ、スカッチさんぞ、この点回り、この点回りとか考えることもできるんですよね。ちなみに、この企画は、どういう思いで作ったんですか？これね、うん、まあ、タイトルを先に、はい、ご紹介すると、はい、左手でアジフライがつかめないというタイトルだけ聞くと、なんというふざけたコミックソングだっていう感じなんですけど、はい、実はちゃんとメッセージがありまして、はい、右利きなんですけど、はい、右脳トレーニングのために左手でご飯を食べるっていうことを、まあ、若い頃からちょっとやったりやめたりしてたんですけど、はい、まあ、今から思えば9年前から、まあ、かなり真面目にやるようになって、今も左手で食べることを続けているんですが、はい、その中で気づいたことを、歌詞にして、そして、まあ、作曲は、はい、久田奈美ちゃんっていう、はい、ミュージカル座の、作曲とか結構手掛けてる方で、はい、ピアノの演奏もするし、作曲もするし、で、自分のソロライブでも伴奏をしてくださったことがある方で、うん、で、その奈美ちゃんに、はい、曲をつけてもらって、はい、まあね、ファーストシングルなんですけど、はい、セカンドシングルがない。いやいや、もうこの曲は名曲ですもん。本当に、ちょっと、久田さんはいい曲作りますね。そうですね、素敵、とっても素敵。だから皆様、先ほどの劇団四季時代の塚地さんがどう考えられてたのか、コメディにフォーカスしたらばして、その裏に、今なんか、9年間も何をしてるのとかいうのはいろんなものが渦巻いてると思います。それがもうね、最高なんですよ。皆様、ぜひぜひ、そのよう楽しんで、いただければというふうに思っております。じゃあ、スカッチさん。はい。生歌を、で、たまちゃんと一緒にセッションをしていただいてもよろしいでございますか、はい、いいと思う。ああ、よかった。次はよかった。またあのやりとりかと思ってた。もういいかなと思って。はい。ではですね、たまちゃん準備できた？はい。スカッチさんも OK でございますか？はい。はい、ありがとうございます。じゃあですね、大塚隆史オリジナルソング、左手でアジフライがつかめない、どうぞお聴きください。世の中は大概右利き用にできている。自販機、自動改札、料理の盛り付け、アジフライは尻尾が右を向いている。左手で食べるときはひっくり返す。でも平たくて重たくて上手につかめない。焼き魚も上手にさばけない。卵もうまくかき混ぜられない。右手の角度も実は重要、今まで気づかなかったよ。左手もいい仕事してたんだね。でも左手でアジフライがつかめない。右手も左手も自分の手なのに、左手でアジフライがつかめない。まだまだ右手にはかなわない。左利きに憧れて小さい時から、天才、ひらめき、想像力。左手で食べるようになったのは9年前の冬。
急いでても不器用でも左手で食べた。イライラともどかしさの中で気づいたことがある。左手でアジフライがつかめない。9年も諦めずに続けてきたのに、左手でエビフライならつかめるけど、まだまだ右手にはかなわない。右手のありがたさを知る。ずっと使っていた右手の凄さ、ずっとそばにいる人、見守ってくれてる人、不器用な左手が教えてくれる。当たり前だと思ってた何気ない日常を、大切な人を、健康を、生まれたことを、当たり前じゃない毎日にありがとう。左手でアジフライがつかめない。これからも諦めずに続けていくだろう。左手でアジフライもつかめるさ。いつか右手と同じくらいに、当たり前じゃない右手とあなた、まだまだ不器用な左手と僕、これまでありがとう、これからもよろしく、ずっと一緒にアジフライ、手と手をつないで大空へ。これは本当にふざけてると思ったリスナーの方、あなたの性格をよく表してます。深いって思ったあなた、あなたはちょっと真面目すぎるかもしれませんよ。本当に素晴らしい、ありがとうございます。占いの曲ですね。リスナーの方は素晴らしいですよ。いやいやいや、途中で噛みそうになっちゃったから取り直ししようかなと思ったけど、大丈夫でしたね。大丈夫でしたね。よろしいですか、たまちゃんのイントロは今日もうね、ちょっとドラクエ風になってたのが、ちょっと、おーおーと思って。やっぱりリハと違うことするのね。そうですね、本当に。いや、素晴らしいイントロ。いや、ハッピーラジオバージョンでしたね。はい、生歌ありがとうございました。ありがとうございました。ミュージカル俳優、大塚隆史でございます。どうも、大塚隆史でーす。素晴らしい。塚地さん、この CD は、買えるんですか？買えます。あら、どちらで買えますか？どうしようかな、いや、これは真面目に。これは本当に真面目に。どうしようかな。いや、在庫は、自宅にあるんですけど、はい、あのね、一時期、Apple Music で聴けたんですけど、はい、ちょっと1年間だけお試しで、そうですね、今、そうそうそう、今、聴けないので、はい、どう、ね。ホームページからとかいう風な感じで申し込みとかできるんですか？じゃあ、はい、ホームページは、そのミュージカルスクールのホームページなので、はい、個人のものとしては、はい、インスタとか、ツイッターとかで、大塚隆史で検索していただいて、はい、どうしても、CD 収録版が欲しい場合は、なんかしらの形で、メッセージください。はい、大塚隆史は、おっきいに、はい、土辺の塚ですね。はい、隆史は？ひらがなです。はい、大塚隆史で検索していただければ、はい、インスタグラムだったり、はい、ツイッターだったりで、はい、見つかりますので、はい、ぜひそちらから連絡をくださいってお願いします。1枚1000円で、はい、セカンドシングルはないんですけど、カップリング曲で、はい、ヒーローソングみたいなのが、入ってます、はい。これもかっこいいですよ。そうなんですよ。スカッチさんをよくね、表してるんですよ。本当に。多分その日の気分がわかると思います。そのアジフライとか聞いて、どう思うかで。どこにね、こう、ピビッとくるか。素晴らしいでございます。はい。はい、じゃあ皆様、ぜひですね、大塚隆史さんの、今回の回の、
感想だったり、ハッピーラジオでこんな話聞けて楽しかったとか、あれここも聞いてほしかったとか、何でもいいんでございます。ぜひですね、あの番組の方にメールをくださいませ。たまちゃん、はい、メールアドレスは僕が言おうか。私が言います。はい、お願いします。 t.happyradio@gmail.com までお願いします。お願いします。たまちゃん、じゃあ急いで次のコーナー行きましょう。はい、リミットのコーナーでございます。はい、はい、もうあと5分しかないこのコーナー。初だよ、こんなに短い。でもね、最高でした。スカッツさん、でもあのね、最初の方にそのスクールへの、はい、そのスカッツさんのこの思いとかいうふうなお話をちょっと聞けたので、うん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 、スカッツさん、あの劇団を指揮をやめられた後も、うん、ミュージカルいろんな大手のやつも含めて、はい、ちっちゃいところも含めてかもしれませんけど、はいはい、いろいろ 出られてましたよね。おかげさまで。はい、そうですよね。はい、そして僕はあの記憶にあるのだとリトルダンサーの、あ、あの、そうですよね、なんてやつでした、はい、ビリーエリオット。はい、そう、スカッツさんのダンス本当最高なんですよ。あればいいですね、ビリーエリオット最高ですね。いや、何をしてるの今、スカッツさんのダンスが。いや、今ほらね、謙遜謙遜。ちょ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 。高く飛べるのかなって思う。たまちゃん、はい、そういうさ、なんか、ね、そういうことじゃない、表現力のことを思っておいてほしい。どうやったらジャンプ力つきますか。つぼちゃんの話を聞きなさい。いや、本当にね、スカッツさんとの歌も素晴らしいんです。その、して、僕、スカッツさんのこの、ユーモアとか、アイディアとか、もうね、最高なんですけど、でもね、ダンス、本当素晴らしくて。ありがとうございます。あの、ちょっとしたなんかダンスを、ポッと踊ってくれたら、バッっていう風な、この、なんていうんですかね、あの、大きく見える。し、存在感が素晴らしいし、して、その調和も崩してないし、っていう。あれもう本当だから、そういうことを学べるんですね、スクールで。あ、そうね。あ、でも本当、はい、いや、持ち上げてくれてありがとうございます。もうそうやってね、言ってくれると、本当ね、自分、あの、そもそも自信がないので。いや、本当素晴らしい。いや、そう、いや、本当、励みになりますわ、そういうふうに言ってくれると。そう。で、スクールでは、あの、どうしてもその、もちろん基礎を、あの、大事にして、あとはその、礼儀とか、はい、あの、一般的な人としての、はい、あの、生き方とか、うん、そもそもやっぱ劇団四季で、あの、教わってきた、はい、人生は生きるに値するものである、生きるに足るものであるっていうことを、あの、最終的には伝えたいなって、もちろんミュージカルの楽しさを伝えて、はい、自分が、あの、踊ったり歌ったりっていうことが上達していくも大事なんですけども、はい、あの、その中でもいろんな自由度を、はい、あの、レッスンの中でも自分の中でこうっていうふうに決めないで、はい、その時子供の発想があったら、はい、あの、それを、あの、自分がプランしてきたものを曲げて、はい、その子たちが楽しい時間を過ごして、はい、で、その中で知らないうちに何か得るものがあるとか、うん、そういったものをして、うん、で、技術だけじゃなくて表現力とか、はい、あの、将来ミュージカルを目指す云々は置いといて、はい、あの、うん、この先の人生に対して、はい、あの、プラスになるものを、はい、とにかく、あの、一緒に感じてもらいたいなっていう思いでやってます。はい、もう一度、あの、スクールの名前を教えていただいてよろしいですか？はい。ジョイキッズミュージカルスクールです。はい。大塚隆でもぜひ検索してくださいませ。はい、いや、本当にね、貴重な、スカイさんのような、こう、いろんな経験をされてきた方の話を聞けるだけ、一緒に過ごせるだけでもすごい経験になると思いますので、ぜひぜひ皆様チェックしてくださいね。はい。本日は素晴らしいスペシャルゲスト、ミュージカル俳優の大塚隆さんにお越しいただきました。最後に一言リスナーの皆様にもらってよろしいですか？どうしようかな。お願いします。はい。あの、皆さん聞いていただいてありがとうございました。きっと第2回呼んでくれると思います。つぼちゃんとたまちゃんが、はい。その時にまたお会いしましょう。どうもありがとうございました。ありがとうございました。